Ah, that's how. I have no other gear, though. All right. Let's bust in there. Make this woman talk to us. There she is, still with her head in her hand. Sawa-sensei. Mo, kamawanai de. Atashi wa nanai yoku ni mo tatemasen. Mikoshiba Hiro no satsugai ni wa jutchuu hakku. Ehara-san ga kankei shitemasu. Atashi ni wa kankei arimasen. Ehara-san wa ミコシバがトシロウ君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも、第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか？先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか？4年前、ミコシバとトシロウ君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日、拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え、昨日は御子柴が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな、江原さんは御子柴が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは御子柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。え、江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだとみんなにそう言いたくて仕方ないんです。その死体の主は御子柴ヒロと言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前本当に彼の息子は御子柴のいじめを受けてたのか、今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。御子柴君がいじめをしてたなんて事実は。待ってください先生。え、失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。Yeah, look at his Georgian face. ミコシバのいじめがなかったというなら、俺も先生の言葉を信じます。そして、もう二度とこちらにお邪魔しません。どうですか？ Look at him looking up at you. You tell me the truth.4年前、私は英語教師になって、Alright, we've gone to the roof. Where people talk. Hey man, what up? Good to see you. How are you getting on? I was in the back of the room and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  I was in the backそしてその後御子柴君が敏郎君を探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎君の表情が状況を全部物語ってたから。御子柴のいじめを受けてたんですね。ええ、その後
敏郎君から聞きました。三越馬君たちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎君がクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三越馬君は味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎君を連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎君の家にも押しかけていき、Man. 夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎君はお金を払えないとき学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか。少なくとも。But we're doing it through the medium of guilt. 生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎君から聞いたことを全部。その先生はベテランで、私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越馬君をいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎君の話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのはなるべく校内で敏郎君が一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎君は自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越馬を問い詰めた。敏郎君をいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。三越馬君はいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。 Where is his mother? We haven't met her. そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越馬君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今
小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。敏郎君の自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎君に聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎君がいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば三越馬君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任はもうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。矢上さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から。なんとか命は助かったんだけど13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、みつる君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任はみつる君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた。私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたらその一番手は三越芝です。江原さんもそう考えたんだと思います。
子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。ミスル君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。Don't you give me them crocodile tears. Alright, we should head back. And, we're gonna head back. I think this might be the end of the chapter. We're gonna head back to the Yokohama. He's not gonna steal his girl. This is the wrong way.There hasn't been a lot of Kaito in this one. He just kind of disappeared. How the hell do you get out of this place? There. Twink.Did I go down the wrong stairs or some shit? Must have done. Right. Yeah, I heard there's a DLC coming. I'm quite looking forward to it.I like Kaito. I think he's a very well written character. I like him a lot. Oops, I even missed it. That was terrible. Alright, here we go. Oh, there's a dog! Can I pet that dog? Can I pet that dog? Detective dog. Mm-hmm.I just wonder, so he's Lassie. You can own him. I got some dogs in the DLC that's already released, and I didn't know what they were for. Some dogs, that snazzy hoverboard, a boxing style, which I haven't tried out yet.Looks like you have to level that up through a side mission, so we might try that at some point. Hi. なるほど。Look at his tail going. Huh. Hehehe.
The dog's even like, he's even got a butthole. Someone in RGG Studio took the time to graphically create a dog butthole. Imagine having, what was that squirrel on the wall? Imagine having that though, before we get onto the squirrel, imagine having that on your resume. What did you do? I used to work, I worked on Last Judgment. What did you do? Buttholes. I did the buttholes. Alright, we're off. But first, what is that squirrel on the wall? What is that shit? It's like a, it's got like a mind control antenna on it or something. Anyway, I thought that was going to be the end of the chapter. I can't save the game. Come on, dude. I gotta go. I was meant to leave like 20 minutes ago. I'm following him. I don't have time to follow him. Oh, we're going this way. And this mad dog. So he's been dumped. Please take care of him. He's a good boy, he loves banana ice cream, and he means the world to me. Is it that simple? Can I do that with our kid? Yeah, he is a little bit too old to be dumped at the orphanage. Please look after my kid. He likes breast milk. And I miss playing video games, so, you know, I just gotta... The kid could probably find his way back. Shibuya Mikan. Alright, the dog's gonna find her. He's gonna sniff the letter. Orf? I don't know. I mean, like you say, the kid's too old to just be left at an orphanage. But what's worse is the kid's old enough to realize that his mum has just dumped him at an orphanage and isn't coming back. Is that worse?
The knowledge that you've just been dumped by your mom? 任せたぞ。こっちだな。頼むぞ。Oh, she's going down with some shady shit. That's why. What a cool t-shirt. Look at that guy's shirt. That guy stole my shirt.Get him, dog. Uso. Punch him out. I will do. Give him a chance. I'll steal your shirt back.With interest, that's 9 million. Okay, bro.Now give me the shirt. Nah. It is surprising how often the I'm a lawyer card comes up and actually works.Yeah, that is true. That's how payday loans get you. You need that little light at the end of the tunnel that says, I can get out of this. Do you have to be an actual lawyer? You need one of those little pins. Doesn't have to be, it doesn't have to have your name or anything on it. Just eBay one. Whack it out, you know? I'm a lawyer.And where I come from, we don't pay for our milkshakes. よしよし。Yeah, it is. It is the only time anyone backs down. Although, as the games are going on, it's getting more and more sort of modern time.The Yakuza seem to be taking a back foot and doing things more under the law as opposed to just paying off the law.
That's the dog. Ranpo. Maji kayo. Ask her for cash anyways. Yeah. Hey, that mum and her kid are still stood there. What do you think she's telling him? Well, I was going to give you to this orphanage so I could be sold into the sex trade. Yeah, more than likely. No. I mean, the kid's old enough, but I don't know if he's that old. Oh. All right, cool. We got a dog. Or we're gonna borrow a dog. Where did his lead go? Cool. Not so much a gadget as a living being with a mind and feelings. It's important to remind yourself of these things. Damn it, dog, you do as I tell you. We can utilize his incredible sense of smell. Depending on how far you are in the story, he may run off on his own to track a scent. Cool. Oh, she's gone now. So now we have to go back to the Yokohama 99. It's only me doing any work around here. Look at these bums. まったく何の遠慮もなく、もしかして俺のこと言ってる？桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。回答はどっちも強えな。歯応えがある。俺に用事って何？聞いたぜ八神さん。あんた三越場博って例の大学生殺しを調べてんだって？ ハンピンリューマに襲われたのもそのせいだったんだろ。俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん。そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負を終わらせて帰んなって。
地元に詳しい味方が必要だろ。俺なら偉人町の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ。初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。 I like this. 杉浦がいんなら別にここは俺んちじゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然居心地いいな、この事務所は。あ、矢上氏、ネットの掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか、もうそこまで。見てくだされ、どうぞこちらへ。